と調子あんま良くなくて、準決勝の時にひらりと内山に助けられた部分があったんで、決勝はどうしても勝ちたいと思って、で逆転された時ちょっとやばいなと思ったんですけど、上で応援してくれてる男子とか保護者の人とかのあれを見たら、顔を見たらなんかいける気がするなと思って、最後はもうラストなんで思い切ってできました。やっぱり自分が最後勝って終わりたかったので、ちょっとそこで勝たないとと思いすぎて力んでしまった部分や、今日5試合目だったので、ちょっとなんかそういう言い訳を自分の中にちょっと作ってしまう部分とかもあったんですけど、やっぱり自分が決めるしかないし、後ろで応援してくれる仲間や上で応援してくれる仲間や男子も今回出れないけど自分らの応援をいっぱいしてくれたので、そういう人たちもいるってことを忘れずに自分らしく勝ちにこだわってできました。一戦一戦そのチャレンジ精神を持って1回戦から自分らしく相手に向かっていって、それで結果がついてくればいいと思います。はい、もう1枚取ります。笑顔、はい、取ります。はい、はい、ですね。